はい、酒好きの元新潟地の飲酒動画です。今回は、第3のビールです。アサヒのプライムリッチ。プライムリッチの華やかリッチ。アルコール度数 7%。プライムリッチってこれ、まあ、いいか。希少ホップ一部使用。希少ホップとは世界生産量 1% 未満のホップのことです。原材料が、発泡酒括弧バクガトホップと大麦とコーンとスターチとスピリッツ括弧大麦です。プライムリッチ、これ新しいやつだったっけ？なんか聞いたことあるんだよな、ね。プライムタイムだっけ？プライムリッチ、なんか聞いたことあるんだよな。これ前も出てたやつだったっけ？まあいいか。プライムリッチ。完璧。ああ、これか。これプライムリッチってこ、ああ。なんか昔飲んだことあるな。それの、あれかな。前俺飲んだよね。それのいわゆる、アルコール度数 7% になってる別なパターンのやつか。別なプライムリッチですかね。うん。これうまかったよね。プライムリッチの、6% のやつが今まで、売ってたやつなんだよね。これはなんか、あれですかね。新しい華やかリッチってやつが出たんっぽいですね。5月の29日に期間限定発売。あ、これ期間限定か。あー、これはあんまうまくねえな。なんだろう。アルコール臭が結構ダイレクトに来るね。あー、これ普通のプライムリッチの方が100倍ぐらいうめえな、これ。絶対。クリアアサヒの、あ、そうか、これクリアアサヒのか。プライムリッチって。何にも書いてないからわかんない。クリアアサヒのプライムリッチ、かっこ華やかリッチは、無機の豊かな味わいと華やかな香りが特徴の新ジャンルです。高アルコールならではのコクと飲み応えに加え、数種類のアロマホップをブレンドし、華やかな香りを実現することで、クリアアサヒプライムリッチならではの最高級のコクと最高級の香りを追求しました。これね、そっか。クリアアサヒの、あれですね。派生したパターン。これね、普通のプライムリッチはめっちゃうまいんですよ。うん。なんか、なんだろう。なんか、すげえ、アルコール臭がする。すっごいアルコール臭がする。うん。てか、逆に言うと、ほぼアルコール臭しかしない。なんか、なんだろう、これ。ほぼアルコール臭がプンプンですね。これはまずい。普通にまずい。なんかアルコール臭がね、しすぎてる。どう考えてもしすぎてる。アルコール臭。これダメよ、これ。コクもろくすっぽしない上に、まあ香りはするんだけど、その香りが果たしてアルコール臭しかしてないような気がする。うん。これダメですね、これ。まあ普通のプライムリッチの方が100倍ぐらいうまいでしょ。間違いなく。コクもろくにない気がするね。甘みもないけど。
香りはえぐい。えぐい香りがする。えぐいです。これはまずいですね。普通に美味しくないでしょ。はい、2242です。ご視聴ありがとうございました。